土見門春禅は、日本の農学者、政治家。医界は、十四位。君党は、君四党。尺位は、四尺。学位は、農学士。陽名は、禅皇。旧姓は、三室と。名前の、晴れは、日に、青だが、この字には、ジスコードがあり当てられていないため、土見門春禅とも表記される。東京高等三市学校教授、農事主権上国士。 貴族院議員などを歴任した。天文、歴道、恩苗道を家業としていた土見家家の当主である。安倍の生命など著名な恩苗史を輩出した安倍氏の着流であるが、明治維新以降は恩苗道も衰退し、土見家家伝来の特権も失われていた。そのような情勢下で農学者として研究に励むなど自然科学の分野で活躍した。晩年は、 貴族院議員を一期務めるなど、帝国議会において活動した。1884年、家族の三室戸和光の三男として生まれた。三室戸家は、明治維新前は、名家の価格を有しており、維新後は、死者となっていた。父である和光は公家であったが、維新後は、伊勢神宮の大宮寺などを務めた。その後、家族の土三門春行の養子となった。土三門家は、 維新前は、繁華の価格を有しており、維新後は、死者となっていた。かつては、天文、歴道、音苗道を家業としていたが、明治に入ると、音苗道は衰退の一途をたどり、家業にまつわる特権なども失われていった。なお、養父である春雪は1883年生まれの、ため、晴吉とは一切しか違わなかった。後に、法制官僚である、 武田千代三郎の長女と結婚した。農学を熱心に学び、農学士の学位を取得した。東京高等三子学校にて教鞭を取り、助教授を経て、1914年5月4日に教授に承認した。その後、農林省の付属機関である農事試験場にて、ご騎士として職務に当たった。養蚕についての研究に取り組み、専門書も上司している。 1924年7月、養父である土見門春行が死去した。翌年9月、春行の養子として死者区の借位を継ぎ、家督を相続した。1926年4月14日、全校から晴れよしに改名した。1932年の第7回貴族院死者区議員選挙にて選出され、同年7月に貴族院議員に就任した。貴族院では、 研究会に所属した。なお、実家の三室溶家は、重廷の三室と高志公が継承していたが、慶光もこの頃貴族院議員として、研究会に所属していた。1934年4月17日、貴族院議員として在職中のまま死去した。土見門家の家徳と借位は、長男の土見門広志公が継いだ。広志公は創生したが、その後は、 晴吉の次男である、土見門則忠が継承した。ありがとうございます。